鈴木正し鈴木正しは日本の演出家。世界各地での上演活動や共同作業、俳優訓練法、鈴木トレーニングメソッドで知られている。藤十郎、寺山修司らとともに1960年代に起こった新しい演劇運動の代表的な担い手の一人である。静岡県清水市出身、東京都立北園高等学校、 早稲田大学政治経済学部卒業。早稲田大学在学中に学生劇団自由舞台に参加。劇作家の別役ミノルラと知り合い、本格的に演劇活動を開始した。卒業後、1966年に劇団、早稲田小劇場を結成。早稲田大学近くの喫茶店、モンシェリ2階に劇団と同盟への劇場を構え、活動を続けた。 女優の白石香よ子は、早稲田小劇場の看板女優として活躍した。1976年より、富山県戸賀村に活動の拠点を移し、それ以来、合唱作り家屋を改造した戸賀参謀など6つの劇場を舞台に作品を作り続けている。戸賀での活動は、世界の注目を集め、戸賀村は一躍、世界の演劇人から演劇の聖地と言われるようになった。 1982年からは、毎年、国際演劇サイトがフェスティバルを主催。1984年には、早稲田小劇場から、スコットへと解消。1970年代、戯曲のセリフや演劇的シチュエーションを、内面心理のみならず身体感覚で裏付けることの重要性を解き、鈴木トレーニングメソッドと呼ばれる、独自の俳優訓練法を創出した。 現代演劇の主要な訓練法として、モスクワ芸術座、ジュリアード音楽院、中国国立中央劇学院など、世界各地の劇団や教育機関で体系化され、取り入れられている。1974年、岩波ホール芸術監督、1988年、水戸芸術館芸術総監督を経て、1995年に、静岡県舞台芸術センター芸術総監督に、 就任。2000年に演劇人の全国組織舞台芸術財団演劇人会議理事長に就任。1994年、テオドロス・テルゾプロス、ロバート・ウィルソン、ユーリ・ルビー・モフ、ハイナー・ミューラーなどとともにシアター・オリンピックス国際委員会を結成。1995年、第1回シアター・オリンピックスはアテネ・デルフォイで開催された。また、 1994年、韓国の金吉凶、中国のジョー・アキラ・ー賞と共に、日中間三カ国共同のベッセと演劇祭を創設。1998年には日本から初の国際聖保フ演劇祭に参加。2014年、中国国立中央義劇学院と上海に、劇学院、両校の名誉教授に就任。2016年から中国、 北京郊外の万里の頂上の麓にあるコホークスイチンで、鈴木の演劇理念と訓練を教えるための演劇塾が開始された。2019年、第9回シアターオリンピックスをロシアと共同で、戸賀村で開催、芸術監督。1996年、フランス政府より、フランス芸術文化勲章を受賞。2003年、国際スタニスラフスキー財団より、 スタニスラフスキー賞を受賞。2019年、国際演劇協会の舞台芸術部門、本部、パリより、ルビー・モフ賞を受賞。国際演劇評論家協会に属する、国際的舞台芸術評論家の協会、本部、パリより、世界で8人目に、タリア賞を受賞。情報誌、イミダス2001の、20世紀を作った人々550。 では、演劇の分野で、幼い薫、小林十三、大谷武次郎、杉村春子、あさりけえたらと並んで6人のうちの一人に数えられ、理論、実践、教育、組織運営における新しい演劇人のあり方を示す代表的な存在であると評されている。主な演出作品に、劇的なるものをめぐって、2、トロイアの女、ディオニュソス、リアウォー、シラノ・ド・ベルジュラック、 オイディプス王、エレクトラ、音楽劇、カチカチ山、ザ・チェーホフ、別冊、谷崎純一郎、佐渡公爵夫人、A と B と一人の女、世界の果てからこんにちはなどがある。1988年には、アメリカ4劇団合同制作のリアの物語を演出。全米各地で147回上演された。なお、2004年には、モスクワ芸術座に招かれ、 ディア王を演出、同劇場のレパートリーとして定期的に上演されている。また、2007年にはモスクワ多眼科劇場でエレクトラを演出し、こちらも同劇場のレパートリーとなっている。ケンブリッジ大学が観光している20世紀を主導した演出家、劇作家21人のシリーズにメイルホリド、ベルトルト・ブレヒト、ロバート・ウィルソン、ピーター・ブルック、 アリアーヌ・ムヌーシキンなどと共に、アジアの演劇人として、ただ一人選ばれ、すでに、ザ・シアター・オブ・スズキ・タダシとして出版されている。2015年、カルチャー・イズ・ザ・ボディが、アメリカの演劇人協議会、TCG から出版された。すでに、中国語、イタリア語、リトアニア語版が出版されている。など、ありがとうございます。